ございます。こんばんは、やっほー。昨日です、ありがとう。あ、昨日の公演ありがとうございました。昨日の前座ありがとうございました。ちょっと待って、コメントが。こんばんは。あ、あとあれ、ゴールデンダルマプリンセスも2位ありがとうございました。多分あれはもう確定でいいのかな、なんかいつ結果が出るとかわかんないんですけど、ゴールデンダルマもね、昨日までだったんですけど、確か昨日までだったんですけど、ありがとうございました。ゴールデンダルマプリンセス、声がちっちゃいよね。ちょっと待って、大きい声で喋る。こんばんは。昨日はお見送りありがとうございました。こちらこそありがとう。こんばんは。おめでとうございます、ありがとう。ありがとうね。今 AKB さんのルームと二窓してる。ありがとう。あ、かわいい、ありがとうございます。だるまもありがとう。こんばんは。何かお話そうって今日思ってたけど、なんだっけ。こんばんは。あ、そう、あと8人くらいで1500人になるみたいなので嬉しいです、ありがとうございます。あ、金のだるまありがとうございます。あ、ももちゃん、さんほちゃん、ワンツーフィニッシュ。あ、そう、ももちゃんもゴールデンだるま1位で、皆さんのおかげでワンツーフィニッシュできました。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。だるまもありがとう。そう、今日、昨日の朝も、今日の朝もメール送れなくてごめんなさい。昨日の朝に関してはメール書いてたんですけど、送信ボタンを押すの忘れてて、でもう朝書いたやつって夜になっちゃったら送る内容じゃないじゃないですか、もう違うことだから、破棄しました。こんばんは。あ、そう、あと一桁まで、そうなんです、あとフォロワーさん8人くらいまで来てて嬉しいです。あとあれなんだっけ、どこまで読んだっけ、コメント、そう、ももちゃんと一緒、ありがとうございます。あ、 AKB さんのセンター予想当たった。あ、そう、 AKB さんのセンターあれでしたね、佐藤愛理さんでしたね。予想は当たった、いや予想っていうか、なんかにあい、さ、そう、佐藤愛理さんか八木あずきさんかなって思ってて、私は。したら佐藤愛理さんで、あ、やっぱりって思いました。そう、こんばんは。そう、もったいないめ、そうなんだよね、昨日の昼公演受付なら美人でお店にやってもらって、あー、よかった、ありがとう。昨日受付ありがとうで、ありがとう。僕の予想はズッキーでした。あ、ズッキーさんだったんですね。そう、失恋ありがとう以来の予想。ユキリンさんの情熱大陸にその2人出てね、出てらっしゃいましたね。予想的だね。そう、もう、あ、でもそうなんです、あずきさんもかなーって。なんとなくね。でもそう、流れ星もありがとう。さほちゃんに選抜されたいつ、いつになることやら。こんばんは。 AKB さん全然わかりません。あ、そうか、こんばんは。日曜日あずとオンラインです。楽しんでください。さほに期待してる。あ、そうですね、さほさんもね、はい、そうですね。なんて言えばいいの。ハートありがとうございます。僕の周りはソラちゃん人気高いです。あ、ソララさん、ソララさんね、復帰、選抜復帰ですね、よかった、おめでとうございます。
こんばんは。情熱大陸見ましたか？ちょっとしか見れてないです。なんだっけ、ちょっとしか見てないんですけど、すごい全部見ようと思ってます。あとありがとう。さっきあれでした、須田恋さんのオーディを完全版のやつを聞いてました。昨日はそうちょっとリアルタイムで聞けなかったから、オーディで今完全版を聞いてたところでした。待って、充電ない iPad、 怖い怖い、怖すぎ、充電する。こんばんは、マッシーさん来た。そう、マッシーさんでしたね、昨日のエッサコイさん。なんかゴールデンウィークの振り替え休日だったから曜日感覚がなくて、そう、ウキリンの全メンバーに見てほしいくらいめっちゃ良かった。見ます、フルでちゃんと。ちょっとずつしか見てないんですよね。あ、そう、今日磯部さんお誕生日おめでとうメッセージ送った。悩んで、なんか私送っていいのかな送っていいのかなって思って送ります。でも送っていいのかな、どれぐらいさ連絡していいのか分かんないこういうところで私の良くない送っていいのかなみたいな僕は今日古澤真奈さんの卒業会を聞いてました、3ヶ月前の放送。私も聞こう謎のショールームを誰もされてない時はラジオいいですよね。でも私音楽聴きたくて2個音欲しくなる時あって、ラジオと、まあ、今日はラジオだけ聞いてたんですけど。こんばんは、前座みどもりさんに集中してました。ありがとう、嬉しい。仕事中、いいんですか頑張って待ってしまう。そうか、今日火曜日なんだよね。火曜日感ない。そう、今日火曜日感ないですよね。なんか月曜日感、なんか今日がいっさこいさですって言われて納得できるだから今日、私昨日いっさこいさだったのをもちろん知った上で、あ、今日9時までしか配信できないから早めにしようっていう謎の感覚でした。あ、今日の配信は8時前には切りますねありがとう、ハート、いいと思うよ。ありがとう、送りましょう、喜んでくれ、待ってるよ。本当にありがとう。0時0分に送られたら記憶に残り深夜はちょっと。おー、そういえばみみゆさん3時間配信を見るときフルで見てるの。あ、見てます。見れるときは全部じゃないかも。じゅっちゃん4番目ぐらいだったらしいの、メイドメス。すごい、ジュナと最近会ってないなそういえば昨日のエッサ聞いて、まだ聞いてないから聞かないと。絶対聞いた方がいいですよこんばんは。火曜日感なくていっぱいしてもけど役に立ちゃった。そうですね、火曜日感本当にない。サザエさんないか、サザエさんないの、ちょっと知らなくて今サザエさん事情を。そう、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。電車、仕事帰りの電車で。お疲れ様です。そっか、もう今回のいっさこいさラジオ聞いてほしいね、聞いてほしい聞いてほしい。こんばんは、ハートもだるまもありがとうございます。さおちゃんがこの時間に配信とかびっくりね、珍しいですよね、私この時間珍しいですよ、私はこの時間に配信するの。そう、こんばんは、一歩二歩ありがとう。それか7時から磯部さんパーティール配信あるから、のノーネームでおめでとうって言ってみたら。なんか私あんまり先輩メンバーさんの配信にコメントはちょっとって勝手に思っちゃうからしないですこんばんは、たださんさんあと日曜日が終わる感じ。確かに昨日は神手の柱だった、サオちゃんちょっとしか見れなかった。そっか、また会えるといいな。次全然いつか分かんないけど、お気に入りのラーメン屋さんが定休日で火曜日と気づきました。あ、それいいね、バラありがとう。今日の一発ルームの3人みんなサオちゃんの1個上、さえちゃん、ゆめみーちゃん、いいな。そうなの、こうそっか、待ってください。そうですね、久保ひなのさんってもう
大学生の代なの。時の流れを感じる。夕飯は何食べるの？今日夜ご飯、あ、じゃない、昼ご飯遅く食べちゃって。だから、って感じです。悩んでます。あ、待って、そう、今日ご飯炊こうと思ってて忘れてた。あ、ショック。めっちゃショック。炊こう、配信終わったら。確かに直前に配信してごめんなさい。ごめん。ももちゃんのことよろしくね。あ、ももちゃんと電話してましたよ、さっき。昨日おじやしにラーメン食べに行ってきた。ももちゃんが好きな味噌ラーメン。いいな。こんばんは。あ、ありがとう、昨日だろうな。松坂牛いつなんだろうね。普段ならまだ残業してるけど、今日しなかったから見れてます。ありがとう。やっぱり公園って元気出るね。でも無力に終わると寂しくなるね。そうだよね。公園ありがとうございます。全然ありがとうございます。公園も、こんばんは。ご飯食べようと思ったらじゃあなんか、そうなんだよね。あの、私はご飯を炊いて一回食べて他は冷凍するんですけど、そう、ストックを食べきっちゃって、米研ぎ配信でも米研ぎ配信したら私こっからいなくなっちゃうから。新潟のお米美味しい、美味しいです。めっちゃ買い、ありがとう。私は逆にお昼食べなくて夕飯食べた。牛丼食べたよ。いいな、牛丼。こんばんは。無洗米、私無洗米、ずっと無洗米です。楽だから。あ、でも一回注ぐ、なんていうんですか、ちょっとだけ洗うけど。15日声申し込んだ、全然発表つかない。いつだろうね、私もわかんない。私が何日に出るのか。松坂牛来るのは結構そやそうなんだ。じゃあ忘れた頃に届きますね。2合くらい炊くの。そうなんです、2合炊飯の炊飯器を買って、でももっと炊けるやつにすればよかったって思ってます。こんばんは、ありがとう。初見の方も、昨日仕事で行けなかったからまた今度前座見に行くね。見に来てください、ありがとう。ご飯炊けたよ。こんばんは、ありがとう。だるま、ちょっと見つけてもらえそうだったら昨日の席伝えちゃった。あれ嬉しいです。米炊く音と鼻歌で戻す。お米研ぐ配信ってあんまりあれだね。あの、マッシーさんがラジオトークでお米研いでた。土鍋で炊く、炊かないです。しかも土鍋多分うち IH だから使えない。ちょっと私も時娘に買わなきゃ。あー、買ってくださいね。なんていうの、ゲットしてる。冷凍するのは3個ぐらいあってもよかったね。そうなの、5月は結構こういきそうだから楽しみです。楽しんでください。私はどれぐらい出れるかまだわかんない。そういえばダルマプリンセスなんとか2位は守れたかな。あ、そう、昨日夜パッて見たらめっちゃ危なくて、あ、危ないって思ったら多分2位で嬉しかったです。ありがとうございます。2号の炊飯器ってあるんだね。ありますよ。多分1号とかのもあんのかな。結構ちっちゃいやついっぱいあります。こんばんは。エプロン配信お願いします。うちエプロンあるかな。あ、あるあるある。でもしないエプロンは。こんばんは、花束ありがとう。一人暮らしの時はコンビニが冷蔵庫代わりだったな。あーねー、そう、ご飯ぐらいは炊こうと思って、あんま作らないんですけど。そう、こんばんは。僕は午後炊いて合計して冷凍してます。それが一番だよね、本当にそう思う。マッシーさんに4拍やめとは言えた。あ、言えました。昨日マッシーさんに4拍ですよねって言おうとしたらちょっと寝てて、でも大塚さんに起こしていいよって言われて言えました。こんばんは。早く4期生企画やってほしいですね。そうだね。何も、そうだね。こんばんは。お昼確定してた、おめでとう。どういうこと。こんばんは。自炊得意なの。得意でも苦手でもないです。別に苦手ではないけど好んではしない。7時になったらご飯炊いてください。すぐできるから。炊かないです。配信終わったらします。あ、15分経過しましたって出た。すごい、16日だって。私史上一番長いんじゃない、もしかして。そんなことないか。そんなことないか。私って連続記録何回が一番長いんだろう。なんかさ、初め配信した時ちょっと私毎日配信気味だったじゃないですか。気味だったっていうかちょっとしてたじゃないですか。
その時より長いのかな今って。どうなんだろうね。ゴールドダルマで、新人枠には2位であり、通常枠はどっちも目標達成して、あ、そうなんです、イベントの途中でマンゴーもゲットさせていただいてて、ありがたいことに嬉しいですね。そう、磯部さんの誕生日、そうそうそう、こんばんは、おめでとうございます。本当に同い年です、磯部さんと。ようやくようやく3ヶ月間、ちょうど3ヶ月間、私も7日生まれなので丸3ヶ月間だけ同い年期間がありますね。おめでとうございますです、本当に。こんばんは。サホちゃんは寝てるマッシーさんずっと眺めてそう。あ、そうかも。大正解。え、でもずっとそうしてると困らしちゃうから。こんばんは。今日のなんとかは何ですか。なんだ星だ、こんばんは。素晴らしい、継続は時間ないです、ありがとう。今日のディナーは今日何にしよう、本当に。今日何にしよう、本当に。急にヘアピン。今日何にしよう、今日何にしよう、ね、今日何にしようかな、ご飯。あ、レインボースターありがとうございます。サオちゃんの土は毎日来る印象ある。あ、本当に。確かにイベント始まってからずっとですね。イベント始まる前か、前日ぐらいから配信してて、コンサート期間はさ、やっぱり忙しい、まあ、忙しいとか言うのもあれなんですけど、私がなんかあんまできなかったから、時間あるのにしないのはなんかなと思ってしてます。そういえば20分制限の時朝とゲージ、そうだね、そうだった、そんな日もあった。メンヘラマッシーさんのポーズ、サオちゃんならどんなポーズした。でもこのポーズは私もめっちゃ印象ある。でも私どんなポーズしてたんだろう、思い浮かばなかった。仕事に戻りたいと思います。またね、お仕事頑張って。継続、連続配信素晴らしい。ありがとう。イベント結果確定してました。間違いなくいいでした。はい、ありがとう。こんばんは。16日連続配信は長い方かな。ちょっと長いよね。そう思った、私も。なんか16日でおめでとうって言ってもらうのもちょっとあれだけど。そう、私的にはちょっと長い。うん、こう、そう、ありがとうね。にってことはマンゴーと松坂牛と高級焼き肉、そうなんですよ、ありがたいです本当に。だるまもありがとう、こんばんは。コロッケとか、そう、コロッケね、ないんだよね、お家に。今日雨だからさ、もう外出たくないじゃん。明日は出ますけど、さすがに。コロッケ、コロッケね、コロッケってあんまり食べない私、なんでだろう。なんか実家でさ、やっぱり親のさ食の好みに結構影響されるよね。コロッケがあんまり出なかったから、コロッケあんまり食べないんだよね。焼きサバ寿司食べたかな、これ何、サバ。いいな、麻婆豆腐で、あ、麻婆豆腐この前食べた、高3で同級生、あ、違います、磯部さんがあれです、学年は1個下で、高校2年生なので、私は今年で終わりですね。高校生、ご飯は休日に炊いて平日はレンチンするのが楽ね。なんか炊こう炊こうって思ってるのにさ、先延ばしにしちゃってた、よくないよね。私はこの後洗濯機も回さなくちゃいけないし、食器も洗わなくちゃいけないし、やらなくちゃいけないけど、なんかまあ明日でいいかとか思っちゃう。服足りてるしなみたいな、よくない、よくないんですけどね。そう、ミルクティーさんとちょっと食べてくれない。あ、そう、昨日は、そう、次私の前座がいつか分かんないから、撮っていただけるときにもう撮っていただきたいなと思って、結構わがままを言って、いろんな衣装で一緒に撮っていいですかって言いましたね。作法大好き、ありがとう。最近通販で松前漬けを買ってちまちま食べてます。いいな、美味しそう。こんばんは。自分は武士の刺身です。いいな、みんな美味しそう。昨日顔を描く、なんだねえ、待って、そう、それ触れないで、みんな。そこ触れないで、私が怒られる。
松坂さんが松坂牛ゲット、そうありがとう、こんばんは、アリさんと申します。ね、面白かった、昨日面白かったです、昨日も。うんちかつってコロッケ、え、その話をね、ちょっと楽屋でみんなで見てるとき、え、メンチカツってコロッケじゃないよねって話しました。うん、こんばんは。サモちゃんご飯だけでもいけるタイプ？え、いけない、別にいけないことはないけど、好んでご飯だけは食べない。朝配信20分あっという間に終わってしまって、サモちゃんの話がなかなか聞けない。そうだね、20分で今考えると短いですよね。ゆきちゃんまだプレゼントくれないか、ファンの皆さんから素敵なプレゼントだね。ね、本当に嬉しいです、ありがとう。こんばんは。ポテサラは、ポテサラ今ない、この前コンビニのやつ食べたけど。火のだるまありがとうございます。こんばんは。そういうことか、そう、こんばんは。プチでも終わったので、さほちゃん一番になりました、先週中ありがとう。受験するの、うーん、どうしようかなこんばんは。さほこれから主婦、さほちゃん主婦感想ごめんね。あ、ちょっと待って、全然これ私コメント見てもしかして、あーわ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 わ、明日で予想。昨日あおちゃんの配信で言ってたけど、お昼ご飯が朝10時で夕飯が3時って言っててびっくりした。え、どういうこと、1日2食そうなんだ。あおちゃん、そう、あの腕組んでポーズして写真撮ったんですけど、あおちゃん細くて本当にそう、後回ししちゃうね。そう、わかる。料理作るのも食べるのも好きだけど、お皿洗うのめんどくさい。それな。マシさんのお気に入りの衣装はどうでしょう。え、コンサートの時はあのスカヒラのルーズソックスが私的にはめっちゃ好きでした。あ、でも優しさの重さのもうピンクのめっちゃ可愛かったしって感じです。こんばんは、こんばんは、ありがとう。メンチカツイコールコロッケでね、そうかな、ありがとうございます。これ紅茶なのかな、いつもありがとう。カリちゃん、サイカリさん、いつも美味しくなんかわかる。今日は肉の塊入れていいな。こんばんは。食洗機をプレゼントしたい。え、食洗機欲しいうん、そう、我が家のさ、お茶漬けはいくら食べられ、お茶漬け食べてない最近、冬は食べるけど。こんばんは、全部サオちゃんならもう洗ってほしい本当に。あおちゃんの配信で他のメンバーのコメントしたら怒られる。え、でも本当にそれはそうだと思う。みんなもやめてあげてね可愛いんだけど、ありがとう。あおちゃん細いけど、サオちゃんも細い、ありがとうね。みんな順番に洗いに行くしか、洗ってほしい食器。こんばんは。マシさんは ANJK 感あるようで、え、わかります、わかる、とってもそれはとってもわかる。夜ご飯食べた？食べてない、食べてないです。今日は多分、まあ私は9時とか10時とかに夜ご飯を食べると思います。お昼食べたのすごい遅かったので掃除得意だよ、してほしいこんばんは。俺お皿で大好きで、いつでも洗います。え、洗ってほしい本当に。マッシーさんの話だけありみたいな雰囲気ある。え、本当にそうだよね、ごめんね、なんかね、ごめんねこんばんはマッシーさんがギャル演じる時の声が好き。え、わかる。なんか昨日ラジオ聞いてて、昨日じゃない、さっき、昨日とか言っちゃった。声いい、声、みんな先輩たち声がね、いいですよね。私声がさ声どうしよう、声可愛くなりたいな。こんばんは。この前ルアさんの配信でお部屋を掃除配信してたよ。え、すごい。私ここの画角から動けない、椅子に座ってるから。こんばんは。ウーバー皿洗いするわ。え、してほしい。なんか紙皿とか、一人暮らしのライフハックみたいなやつで、あの、まあその食器洗いをしないようにするために紙皿をにしたりとか、なんだっけ、紙コップとかがいいみたいな、がいいじゃないけど楽みたいな。でもそれってすごい大変だからね、悩みますね。いつもサラレスされてから、そうちゃんの1週間ぶらぐらいかった。してほしい。そうちゃんも一個でしょ、ありがとうね。誰の声が可愛いと思う？え、みゆみゆさんの声は可愛いです。可愛いよと言った。俺も今日やっと乃木坂工事中の山下美月卒業会見て、え、本当に？私はまだ見れてないよ現実を受け入れられないから落ち着いたトーンで好きですが、え、ありがとう。ももちゃん、かえりさん、木本さんの誰が一番声大きいと思いますか？え、
かえりさんかな。あでもももちゃんはめっちゃ大きいって、あのお出迎え一緒にするたびに思います。すごい、あれはすごいでもやっぱりマッシーさん見ると自然サーチもいくえー本当に自分はいつもワンプレートで食べてました。それが一番だよね、ワンプレートが一番だよね。机にサランラップ、ちょっとそれは切ないかも。紙皿ってゴミが溜まって大変だよ。確かに自分もよく眠くなる声だって言われるよ。あそれいいですねわかる。あなんだろう、あ紙コップとか買ってるけどゴミの量がちょっと、なるほどゴミの量か。確かに新潟ゴミ袋お金かかりますもんねかえりさんは声取るね。確かに、うん、ももちゃんの声エスカレーター前まで聞こえる。本当に言っとこう、ももちゃんにエスカレーター前まで声聞こえてるらしいよって。ももちゃんの声すごくできるそうだよね、言っておこう今度。さほちゃんも大きい声出しそうだけど、え出ますよ大きい声、出さないけどこんばんは。出そうと思えば出せるけど、ずっとはしんどい。こんばんは、よいしょ、お水を飲みます。今日はももちゃん来ないね。そうだよこの前ももちゃんの声ロビンに響き渡ってた。いいじゃん、みんなも声聞けるじゃんどうなんだろうゴミの量も増えるけど毎日ゴミ出せるわけじゃないから、夏は匂いも芝居。確かに、なるほどね。もう夏怯えてます、虫には。私は虫本当に嫌で、もうどうしよう本当に。サドちゃん大きい声だ、ね、出ないでしょ。出ますよ出ますよ。それは昨日の夜公演の出迎え、ももちゃんの声出せる、ヒロカッピの声聞こえなかったよ、ロビーじゃ。あそっか、でも前に来たら聞こえるからね大丈夫。通る声と通らない声あるもんね。私さ声さなんかちっちゃくなっちゃうんだよね、喋ってってると、なんかどん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 カエリさんは瞬間最大声量が一番。ああなるほどね、なるほど。サボちゃんの声は癒されるの、ありがとう。サボちゃん愛用のコップってどこで買ったの。これ赤ちゃんの時から使ってるコップです。どこで買ったんだろうね、かわいいよねこのコップこのコップかわいいよね。めっちゃかわいくない、これ赤ちゃんが使ってるコップなんですよ。めっちゃかわいい、ブレーメンの音楽隊。これだけは割りたくない私が持ってるコップの中でこれだけは絶対に割りたくないコップ。一番好き、形も好きだし大きさも好きだし、これ割ったら本当に泣いちゃう、もう一回探すってぐらい。可愛いよね本当に、そう本当に可愛いと思うこのコップ。ほらここにもいるんですそうこれが。こんばんは、夜公演の前座の時は虫いなかったけど、あ昨日ハエがいたらしいね。そうだよね、ハエがね。そうなんです、最近楽屋にハエが出没しててね。コップお揃い界隈に憧れる。あコップお揃い界隈なんてあるの、なんか最近界隈がたくさんあってこんばんは。ショールームだと後半になればなるほど声出してると思うけどね、サホちゃん。そう、人とさ会話をさしてないからさ、いきなりさショールームつける前までさ曲とか聞いてるじゃないですか、ラジオ聞いてたりとかで、黙ってていきなりヤッホーっていけないから多分私は後半になるにつれて声が大きくなってってるんだと思う。コップにキティちゃんついてるのあるよね。私あれ実家にキティちゃんのコップありました、あのキティちゃんの形のコップ。自分は割れない食器を統一してます。それが一番だよ。私地震があったじゃないですか、お正月の時に。それでお茶碗とか割れちゃったりとかしてて、だから割れない食器の方が安全だなって思いました。そうそう、帰宅したら朝にいた大きくも許さなきゃ。やだー、どこに行ってるか分かんないよ。こんばんは、そうだね、そう、こんばんは。歌唱力あるし声出し大事。そうじゃん、歌唱力あるじゃん分かってるけどなんか練習しなくちゃ。うん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。たくさんありがとうございます。あとちょっとで1500人なのでぜひフォローしていただけたら嬉しいです。あ待って、私テロップ書いてない今書きます。
この絵文字ハマってるんです私、にっこりしてるやつかわいいこんばんは。歌唱力の練習カラオケに行ってたり行ったりするの、あ、一回そのナナとカラオケに行った時は歌唱力の練習もちょっとだけしましたけど、まだ一回しか行ってないかな。フォロワー1500人まであと8人、え、ありがとうございます。あと8人、そう、なんか配信してない時に何人か増えてくださっててフォローしてくださってる方がいて、あとちょっとですね。でもさあ、あら今見たらフォロワー1人減ってる。そう、私配信するとフォロワー減るんですよねえ、どういう現象それは。こんばんは。他にどんな歌歌ったのか気になる。え、でもアイドルの方の歌とかも歌ったよ他にも。なんで、え、なんでだよね。そう、あ、フォローありがとうございます木のだるまありがとう。こんばんは。でもいつも歌う曲を歌わなかったかも、この前のあなたに。配信したら減るのは困るえ、でももう慣れましたよ、変動が大きいからね。うん、もう1回くらいカラオケ配信したら1500人達成できそう。じゃあいつかするね歌唱力、日野先、あ、そう、日野さんにもね相談させ ていただいて、この曲かこの曲にしようと思うんですけどって。そう、本当にありがたい。そう、自分のさあるやつもあるのに。そうです、相談させていただいて。うん、あと9人まで来てるじゃん、減ったから遠のいてるのよ配信始めたらカラオケ配信も楽しかったかな、ありがとう。カラオケ配信するね、またいつか。歌唱力の選曲は歌いたい曲ではなく勝てる曲に。え、そうですよね、それが難しいよね。その何がいいのかとかさ、あんま分かんないじゃないですか。そう、ありがとう、来てくださってえ、待って、次さ、皆さんにさ、もしさ会えるのってさ、最短でもさ14日とか15とか。無理無理、遠い。どれどれ、うーん、これか、15日か。そっか、じゃあ私は15日までショールーマーですね。一応12日長岡フェスではあるけど、ああ、楽しんでください行かれる方。こんばんは。次の公演は15日か。じゃあもし私がこの日に出れなかったら18とかなのか。わあ、大変だこんばんは。最後に会えたの30日だから半月会えない。え、そうだよね。こっそり観光旅行に行ってきてもいいよ行ってこようかな長岡行ったことないですね、確かに。ふん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 。初見です。ありがとう。初見マーク、あ、初見の方、本当に初見の方もいる。ありがとう。尊い、ありがとう。ありがとう。ねえ、誰が出るか皆さん、楽しみにしててね。次はさおちゃんにいつ会えるのだろう、私も気になる平日公演全部と週末は昼公演申し込む予定。お、いいね全部いいですね、とてもいい、いい選択です4期生イベント1回会えてないから寂しいです。会いに来てね、次前座出たらね。え、実家に帰るのもありか、実家帰るのも微妙ですね。ああ、ありがとうございます。こんばんは。5月18日、あ、そうですよね、夜が奈良さんの生誕祭ですね。生誕が多くて申し込みできない。あー、そっか。え、そうだよね、生誕
たくさんたくさんですね。毎週かな？平日出たいな。土日は全部夜生誕だったかね。そうです。こんばんは。今日何してたの？今日は何してたかな。今日あれですよ、オーディ聞いてました。3人生誕だよね。そうですね、確か生誕祭の時は全然なかったよね。生誕はあった気がしますよ。私は出てないですけど、その日ミルクティーな人とお出かけしよう。え、でも私マッシーさんに昨日来年のコナンの映画一緒に見に行きましょうって言いました。まあ覚えててくださるかわかんないけど、覚えててくださいねって言いました。言いましたよ私は。なんか流れで言えたので言いました。なんで来年？え、だって来年会えるって保証があったら卒業しても会えるっていう保証になるんですよ、わかりますか？そう、そういうこと。そう、来年のなんか遠い未来に楽しみがあったらその日が叶うまで明るくっていうか頑張れるじゃないですか。例えばね、例えばの話ね。そうですよ、これは来年会いましょうっていうことですよ。そう、あった気がする、卒業会。そうそうそう、昨日その話をたまさんとしてた。なんかそう、来年なんでみんな来年で笑ってるの。マッシーさんコナンかもしれない。でもコナン全然、知らない感じだったんですけど、私がコナン見てくださいねって。思いがけず配信見れて嬉しかった。あと6時間仕事頑張って、頑張って、ごめん、めっちゃボソボソ喋ってました私今。そうでしょ、いいアイディアでしょ、みんな笑ってたけど。で、待って待って、画面が、よしよし、今年も一緒に今年ヒロカッピと行きますよ。たまに忘れてないか確認しよう。めんどくさい、後輩すぎる。もう私さ、タコちゃんは来年も会えるの羨ましい。あ、そうだよね、ごめんなさい、わかんないからね、このネタって私の。そっちじゃないよね。こんばんは、なおちゃん、とりあえず配球見て、配球見る、待って、配球見るとか言って見てないよね。ごめんなさい、シーズン3から見てないの、3期から見ますね。そういえばコナン、そう、行ったら行ったって言います。あと、ありがとう。静岡まで行きますか。え、静岡行きたい、急に。あ、フォローありがとうございます。ちょっと待って、ちゃんと配信する、待って、本当にごめんなさい、椅子から転げ落ちそうになったりして。私でもあれですよ、去年の秋、静岡、あれ熱海行きました、花火見に行った家族で。秋だったかな、あ、夏じゃなかったんですよね多分。写真見返そう。なんか本当にここに新潟に引っ越してくるマジでちょっと前に家族でなんか旅行行こうってなってて、シルバーウィークとかかな、なんか行きました。それで花火、え、ほら見て、あ、待って、めっちゃ反射してる、怖い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 怖すぎ。どうやったら見せられるかな。熱海何ヶ月しか行ったけどゆっくり回れてない。あ、私もでもずっとホテルいました。これでいいか、あったかいコナン行け、そうみたい。サホちゃん、ワンピースも見てください。ワンピースは厳しい、長い。コナンの映画フルで見放題よ、確かね。そうですよね、映画機に。日野さんが今コマのモチベ高いらしい。あ、そうなんです、日野さんともコナンの話しました。チラッと見えたけど、これそう見て、めっちゃコメントが反射しちゃう。見てください、花火すごくない、熱海の花火大会行ったんですよ、ホテルから撮った写真。初見です、ありがとう。
チラッと見たけど確かに綺麗。え、だよね、すごい綺麗ですよね。これ10月とかです。10月14日って書いてある最後に行った家族旅行ですさおちゃんに長岡の花火を見てほしい。え、見たい。柏崎の花火楽しみだね。え、そう、今年は柏崎の花火楽しみですね。めっちゃ楽しみ。こんばんは。確かに長いわね。読めたもんじゃない。そうですよ、ワンピースはなんだっけ、ひなさんとコナンの話をしてて、でもひなさんがコナンは NGT に入ってから止まってるっておっしゃってて、え、見た方がいいですよって私が言いました。長岡と片貝の花火おすすめ。見ますね見ますねって言って見に。でも長岡はいつなんでしょう。今年は10月14日に新潟にいましたごめん知らないこんばんは。柏崎のチケット NGT 行くのに取れました。ありがとう。6000円もしてびっくりだね。そうだね、片貝は違うとこ。こんばんは。10月14日って何星になってる。長岡花火は毎年8月2、3で、え、そうなんだ。行きたいです。初見です。あ、初見の方ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。名前出して大丈夫なら出すよ。え、星になっちゃってるこんばんは。柏崎の花火は全メンバー出てくれるのかな。私に聞かれても困るな困るな。今年も長岡祭り NGT 出ないかな。どうなんでしょうね。牧場やりたいですね帰れなくなると思うから心して見に来てください。あー、そういうこと。混んじゃってってこと。混んじゃって花火大会の後帰れないよってことですか。こんばんは。それはそうだよね。そう、ま、ごめんね、何もわからないの。あ、さやさんとしらみるさんの誕生日。そうなんですね。俺のエリア90名で10月に花火大会させてたんだもん。すごい、すごすぎる。花火は離れた高台から見れるのが、あ、下だとね首痛くなっちゃうから。私花火大会をさ近くに行って見たことないかもしれない、人生において。全部遠くからしか見たことない。片貝花火は有名ですよ。そうなの。めっちゃ混むから帰りたいと思う。めっちゃ花火大会あるあるじゃないですか。やっぱそうなんだね。初見です、ありがとう。初見なの牧場好き。もうももちゃんがさめっちゃ牧場好きでさ、ずっと聞いてるのねもうももちゃんのイメージです、私の中では。長岡花火の申し込みは、もう終わっちゃうじゃん申し込み。あ、6月の、あ、まだか、まだか、びっくりした。長岡の花火は VS でもやってたよね。そうなんだ。花火の破裂音は大丈夫なの。近くでさ見たことがないからわかんないんですよね。全部建物の中、なんかお家にいてマンションから見るとか、さっきの写真もホテルから見るとか近くで見てみたい。4期生で夏フェスとかあったら湧きまくる。湧いて毎年かなかなかなだだ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 。そうなんだ、すごい迫力。いいね、衝撃。ライブの音感じれるのいいですね。かなりうるさいよそうなの。こう地響きすごいよ。いいね。そっか、そうなのか。いいですね花火。確か去年3期生だけで初出演があったので期待。ねえ、会場花火も見たことない。会場花火、さっきの静岡のやつってさ海の上じゃないのかな。こんばんは。腹に響く。そっか、打ち上げ花火下から見るか横から見るかって映画もあったね。懐かしい。パッと光って咲いたですか、あれ、それ違う映画これの曲のやつですよね。片貝花火は朝原神社の
境内で見るのが一番かもです。響きもありです。え、すごい。なんか神社から花火ってさ、あ、フォローありがとうございます。神社から花火ってすごいなんか青春。柏崎の花火は会場花火で、えー、そうなんだ、こんばんは。夏フェスとかに4期研究生と話すか。え、そうやってさ、みんながさ、ありそうありそうとか言ってくれてなかった時ショックがやばい。そう、あとありがとう、サボちゃんと線香花火、え、したい。私もなんか今年の夏友達に公園で花火したいって言って、結局なんか塾とか、あ、去年の夏なんですけど、塾とか行ってて、なんかあっという間に夏休み終わっちゃって、もうできなかった。サボちゃんみたいな感じと一緒だった。花火でサボちゃん、あ、ありがとうね。奉納花火なので、あ、そうなんだ、奉納花火いいね。 NGT のおかげで初めて柏崎花火見れる。そうですよ。こんばんは、初見です、ありがとうございます。なんだっけ、なんかの話を、そう、なんか私のイメージ、花火を神社から見ると言ったら、からかい上手の高木さん見たことありますか、アニメ。からかい上手の高木さんのアニメで、なんか最終回かな、最終回ではないか、なんかどっかのシーズンの割と最後の方の輪で、あの西方と高木さんが花火を見るんですよ、神社で。神社ではぐれちゃって、なんかなんだっけ、なんかとりあえず見るんですね。もうそれがすごい青春で、すごい好きです、あのアニメ。もう心が締め付けられるけどほんわかする。ああいう日常系アニメを見てると、なんか私もその日常を過ごしてるみたいな気持ちになれるんですよ。エモい、そう、エモかった。サホちゃん、黄色の浴衣が似合いそう。え、本当に、ありがとう。タイトルは知ってる、あ、タイトルは知ってる。夏にメンバーでバーベキューして花火できるといいね。めっちゃ青春じゃん。それはさすがに青春すぎる。バーベキュー、バーベキューだって青春だ。エモいね、エモい。タイトルは知ってるけど、見てみてほしいです。失われた青春を一緒に送れるような気分になるか辛くなるかの二択なんですけど、私は失われた青春を摂取するタイプ。金のだるま、ありがとう。こんばんは。からかい上手の高木さん、深夜ドラマで今見ても、あ、そっか、ドラマやってるのか。あー、ドラマ始まったのか。あ、じゃあアニメ見てみてください。でもアニメも。お疲れ様です、ありがとう。基本スポーツ系のアニメしか見てないから、すいません。そっか、私逆かも、スポーツ系のアニメあんまり見たことないかもしれない。ドラマなら見てるけど、多分そのシーンは映画にだから見れない。そうなんだ、ごめん、ネタバレみたいなことしちゃったかも。17歳とかだとできること限られてるんだね、バーベキューとか。そうだね、お昼とかだよね、バーベキュー。こんばんは、アニメいろいろ見るよ。お、本当に。私でも今期見てないです、ごめんなさい。春アニメ見てない、チェックしてなかった、春アニメの時期。サホちゃん、五等分の花嫁わかる。あ、わかりますよ。落としちゃったよ。わかりますよ。私は二の推し。昔は夏にメンバーでバーベキューしてたのに。え、青春じゃん。そうだね、バーベキューね、めっちゃかもそうさ。二のか、え、どうなのその反応。そうですね、私は髪切った後の二のの方が好きで、俺は一か。みんなの推しが一かも、かわいいね、みんなかわいいね。あ、待って、いちか推しばっかだ、いちか推しばっかり。ああ、いちかも可愛いよね。夏フェス野外だから蒸し余すだけどさ、出てほしいな、出られたらいいよね。私はどうかな。新潟の三大花火はぜひ見てほしいです。え、見たい、見ますね。レバサオちゃん、ありがとうね、見たいな花火。夏楽しみですね、そう考えるとね。夏っていろいろイベントがあるからいいですね、花火と、まあ、海、うん、プール行ってないな。え、なんかそう考えたら私行ってないな。お祭りとかは行ったけど去年。お祭り行きたいな、お祭り。
屋台に行きたいかも。かき氷食べたい。こんばんは。夏って、でも待って、高3ってさ、夏期講習に行くべき年齢だよね行かないけど夏期講習に行くべき年齢だよね。こんばんは。お祭りの屋台で何食べたい？かき氷。かき氷が食べたいです。受験の時期だよね。そうなんだよねなんかそうなんですよ、やっぱさ、学校通ってる子とか、いや私も通ってるんですけどなんて言えばいいの、義務教育の子たちとかはやっぱさ、中間テストとか期末テストとかさ、勉強あるじゃないですか。もうほんと偉くて、何してるんだろう私はってなります。夏期講習、響きが懐かしいですね。思った今自分で言ってて、そうですよ、本来だったらゴールデンウィークだから、ゴールデンウィーク講習ですね夏期講習、響きが懐かしいです。で、本当その通りだよ。もう何回も読んじゃう。そうだよ、響きが懐かしいよこんばんは。隅田川花火大会とか、関東の花火大会もすごいんでしょ。ん、私近くに行ったことないからさ、でも行ってみたい、隅田川近くに。なんか混むの知ってるから行きたくなくてよくないよね。だって電車帰り乗れなかったらどうしようとか思っちゃうと行けなくて。白いワンピース着てひまわり畑とかサボちゃんに似合うと思う。嬉しい、ありがとう。こんばんは。最近ドラマも GTO のアニメ版の見てる。すごい、 GTO ってアニメあるんだ。そう、ゴールデンウィーク講習もあるね。本当だったらあるはずなんですけどねさおちゃんも学校態度よりすごいよ、ありがとう、嬉しい。してるできてるのかなありがとうございます。両立ね勉強する、もうなんか勉強するかありがとうございます、たくさん来てくださって。もう7時半になるのか。私1時間くらい配信してる、もしかして。まあ流れ星ありがとうございます。8時までにしよう8時までにします。新潟も帰りは激混みです。ほぼ車の渋滞。あ、そっか、車が渋滞するのか。そっか、こんばんは。待って、私も夏フェス行きたいな。なんかライブとか行きたい、声出したい、コールしたいこんばんは。勉強態度で、ね、ね、できたらいいね。テスト勉強配信もいいけど無言になるよね。あれになっちゃう、あのなんだっけ、私と一緒に勉強しましょうみたいなやつ、なんて言うんだっけそういう動画、なんだっけ勉強する動画、なんて言うんだっけ、めっちゃ名前忘れちゃった。サホちゃんもコールするタイプなんやね。あ、そうですよ、私ライブ行ったらコールするタイプ。うん、コールしないタイプの方いるのかな、珍しいよね。話を聞いてめっちゃ真面目で勉強してたのかなって思ってた。うん、違う勉強しないタイプだ。そう、ごまはそうじゃ、あんまり叫ぶイメージない。めっちゃコールするタイプですよ。受験です、ありがとう。高円寺に楽屋で声出して、それは怒られます、さすがに。さほちゃんの地元の横浜を、私地元横浜じゃないな神奈川じゃないな。花火見たことないのかな。え、ないと思う。サボちゃんがなんとか回すの想像できない。え、夏フェスロッキンに行って欅坂見たけど、すごい、欅を生で見たことある人がいる、すごすぎるこんばんは。なんだっけ、私と一緒に勉強しましょうみたいなやつ、スタディーウィズミーだ。わー、よかった、思い出して、スタディーウィズミーじゃあ本当にやばくなったらスタディーウィズミーするこんばんは。今年も、あー、前読み方教えてもらったのに、祭りにメンバー掃除するのかな。どうなんでしょうね。ちなみに GTO の主人公の生産コナンだと高木刑事だよ。高木刑事ってことはゲンタと一緒か、誰だあ、じゃあ高木渉さんか、声優の。そっか、そうなんですね。サホちゃんと机隣り合わせになりたい人生でした。あー、それは難しいね。私女子校だったし、小学校しかないですよチャンスこんばんは。さすが現役 JK、 ありがとう。
そうだよ、机隣り合わせになるチャンスは小学校しかない。中学に入ったら女子校だから、私もじゃあやり直してで共学に行くしかない。思考はかっこいい、かっこいいか。結構いる気がします。どうなんだろう、そんなことないのかな。コナンの話題だと急に詳しくなるそうじゃん。そうだね、コナン一番今の NGT の中だったらコナン詳しいかもしれない。こんばんは。地元に女子校ないもん。そうなんだ、そっかそっか、女子校だったのか。そうなんだよね、そうなんですよ。いや、何も考えてなかったんですね、きっと中学選ぶとき。どうも、もう7時半に、さっきも言ったね、同じ話ループしちゃう、ループ配信。あとなんか言おうと思ってたことあったから、お嬢様なのか、違う、ループしてる、してない。加藤さんいたらコナンの話でめっちゃ盛り上がってそう。話したいですコナンの話。そう、女子校のイメージ、あ、本当に、そうちゃん女子校っぽい、あ、本当にだよね。染まっちゃったな。こんばんは。女子校っぽいちょっとやだな、変えるわイメージ。私も髪の毛の色明るくしようかな。こんばんは。黒ずくめ増えすぎて誰が誰だかね、本当にそれそうですよね。今年の映画は多分難しくないけど、去年の映画とかきっと久しぶりにコナン見ますって人は難しかったかもしれない。なんかちょっとさ、みんなはとかなるところもさ、誰が誰がみたいななっちゃうよね、わかんないと。山中湖でのスーパースパークフェスとか NGT 出て、あ、見ました、スパーク見ましたよ。見に行ったわけじゃないけどスパークは見ました。うん、ミルクティーをそれにする、したいんだけど本当に、本気でしたい、ブリーチ しようかな。こんばんは。ミルクティーしてね、本当にしたい、それは本当にしたい。私も切って誰もありがとうございます。嫌なんだ、嫌だよ。今 TVer だとミステリードレイン、そう、ミステリードレイン面白いですよね。でも私結構見ちゃって、ミステリードレインは3回くらい見ちゃって、だからもうあんまり初見の気持ちで楽しめないっていうか、それがね。黒組織は名前がお酒だから覚えやすい。あ、そうですよね。ウォッカ。あ、すぐ死んだ。あ、まぶ。でもいいですよね。もう何十年も前の話だから。ウォッカすぐ死んだって話は。こんばんは。ブリーチしたらマネージャーさんにぶっ飛ばされる。もうぶっ飛ばされるとかじゃないと思います。多分本当に。本当に本当に怒られて、もう本当に本当に、私は研究生なのにどういうことですかとか言ってくださいとか。多分言われます。初見の気持ちで楽しんでます。ちょっとね、好きなとこ何回も見ちゃうタイプだからね。一日限定とかできないから、文化祭じゃないんだから。文化祭、あ、カラースプレーみたいな、髪シューってして、それだったらいいかな。それで行こうかな私。本当に怒られそう。ミルクティーカラーのウィッグ借りたら、あー、ウィッグね、いいですね。赤井さんと曽谷さんが、それ日野さんが言ってました、そこら辺で止まってるって。激怒されるの、されますよそりゃ。ウィッグ、あ、ウィッグ、あ、みんなウィッグをおすすめしてきてくれてる。切ってここにあれつける、つけて毛先を、あ、変だな、でもそしたら。そう、レギンスタイルで劇場に、あ、なんだろう、あ、星になっちゃってる。チャオちゃんは映画だとサブマリンが一番好き。そうですね、サブマリンと、ベイカ、なんだっけ、ナンタヤストリートの亡霊、なんだっけ、なんだっけ、何ストリートだっけ、なんとかストリートの亡霊ですよ、私が好きなのベイカーストリートだっけ。フィルマークスっていうアプリがあって、見た映画とか記録できるんですけど、そこにコナンの見た映画とか全部記録してて、
多分前作見てると思うんですけど、私の記憶の中ではベーカーストリートでやってるはず。あ、よかった、ありがとう。エクステ、そう、エクステ、あ、ありがとう、よく、そう、天国のカウントダウンとか。あー、うーん、私は愛ちゃんが好きなんですよ。だからランがこう、あれ、ちょっとそれって天国へのカウントダウンだっけ、待って、私絶対混ざってるよそれは。今自分で思った、今、ま、混ざってるって思ったそう、フィルマークス、そうそうそう、そう、ちょっと読む。コナンは詳しいから、ベーカーストリートでベーカーストリート読むの思い出した。そうなんですよ、人国のナイトメアコナン見たはず、いつまでがガムダムねえ、そうだね、人国のナイトメア、うん、愛ちゃんが残って数秒数えるやつかな。え、それがカウントダウンの方。なんかさ、あのランとさ背中合わせでさ、あ、これ待って、これ言っていいの、なんかさ全部さネタバレになっちゃうんだよな、コナンってどこまで言っていいですか。でももう何年も前の映画だったら言っていいよねコナンになるとテンション上がるの、ありがとう。そう、あと6人で1500人、え、本当ですか、ありがとうございます。そう、あれはね、ゲンタが唯一かっこいい、唯一とか言ったらあれだけど映画ですよね。金色のロジーロージャ読めるようになりましたよ。ロジーロージャ、ロジョリーロージャ読めるようになりましたよ。アムロブエシャーのやつですかね。そうです。純国のナイトメア。新作じゃないからええんじゃない？いいと思う。そう、唯一。そうですよ。新作以外は OK。OK。じゃあ話しますね。天国へのカウントダウンはね、本当に元太が唯一かっこいい作品で、いい映画ですね。いい映画だよね。そう。前の映画だったら言っても平気。そう、コナンね、いやー基本好きなんですけどね、ジョリー・ロージャーはあんまり、私は金色のジョリー・ロジー・ロリー・ロージャーは読めないんだけど、これどうやったら読める、金色のジョリー・ロージャー、うん、はあんまだね。コナン 4DX で見るとより面白いよ。え、見たかった、そう、去年そう、サブマリン見に行った時に 4DX で見ようと思ったんですけど、ちょっと見れなかったです。ゲンタに厳しい、え、アニメ見てれば見るほどゲンタに厳しくなっちゃう、しょうがない、これはこれはしょうがないことですこんばんは、母ちゃんが言ってたんだよ、個別の人たちは間違ってるなってセリフ。え、そう、なんか唯一だよね、うん、今のやつこの、今のやつこの映画で見てない映画ってある、ん、え、基本見てるはず。異次元のスナイパー、スバルさんが赤井さんの声で了解っていうところがめっちゃ好き。そうだよね、映画館がキャーってなるやつね。私は映画館では見えてないけど、ほらほら1時間過ぎてエンジンがかかってきて、そうだよね、私毎回初めボソボソ喋ってるよねあゆみちゃんに優しい、私あゆみちゃんめっちゃ好き、あのあゆみちゃんがさ、愛ちゃんにさ、愛ちゃんと仲良くなるところ、あれどこだっけ、アニメで言うとシーズンいくつなんだろう、きっとそこのシーズンを私はいいことにしてるはずなんだけどな、どこだっけな、初めて愛ちゃんって呼ぶところがあるんですよ、アニメで。なんかなんで愛ちゃんって呼ぶんだっけな、なんで愛ちゃんって呼ぶんだっけ、声出てきたねそう、遅いよね、ごめんなさい、ちゃんと喋れるようになるまでが遅すぎる私。そう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 、灰原にもそうだね。え、みんな覚えてますか、アニメでさ、あの灰原さんじゃなくて愛ちゃんっていうシーン、もういいシーンすぎて泣けるんだけど、マジでやばい。あれいくつだっけ、シーズン、今一覧見てるんですけど、あ、お金で買えない友情シーズン8です、シーズン8、みんなそこ見てシーズン8でした、シーズン8の300話で言うと329話と330話の、まあ前編と後編どっちも見てください、見れる方は。シーズン8ですよ、
まあ、この時は絵柄も好きです。私絵柄がちょっとずつ変わってるんですよ、コナンって。まあ多分今のと昔のを見たら変わると思うんですけど、なんかちょっとずつ変わってるから、まあ私は2018とかも好きですね、結構絵柄は。なんか今ちょっとさ、待って、こういうこと言うのあれなんだけど、あのその優しさがあるコナンの絵柄が私には席がないようなところが好きな人です。やばいよね。こんばんは、こんばんは。めっちゃコナンの話してた。あと好きな輪はどこかな。私好きな輪はね、絶対ね、好きな輪は印をつけてて、でもやっぱ一番好きなのはやっぱそのシーズン8のお金で買えない友情。あ、これもめっちゃ300、作画の違いも分かるのか、え、絶対分かると思います。教科書持って全然え、そう、345話、345話見てください唐突に。ルパン三世 VS 名探偵コナンも、ね、めっちゃ分かる、超分かる。一番面白いぐらい面白いですよね。あの藤子ちゃんとさ、愛ちゃんの会話とかがめっちゃ好きです。こんばんは。好きな話題にはめっちゃエンジンかかる。そうだね、そうかも。さあちゃんこんばんは。今日も可愛いね、ありがとう。あ、バラありがとうございます。え、バラたくさんありがとう。あ、本当にありがとうございます。好きなキャラじゃないと何話まで覚えてない。え、今これあれですよ、一覧見てタイトル見て思い出してます。フォローしました、ありがとう。そうだね、345話、なんで私これ好きなんだろう、なんで好きマークをつけてるんだろう。あ、いろんな345話の見どころは、いろんなね、なんて言うんだろうな、伏線回収じゃないけど、とにかくここの輪でめっちゃ黒ずくめのこと分かります。ここ見たら、ここを見てほしいかも。その黒ずくめ追いつけてないよって人とか、初めのところ分かんないとか。今年でコナンの映画27作だもんね。え、そうですよね、そんなに経ったんだって。なんか昔のコナンと今のコナン見ると、昔のコナンも映像すごいけど、今のコナンの映像がすごすぎてびっくり私が元太に怒ってる回ありました、370話。多分めっちゃ、多分めっちゃ怒ってるかも、もしかしたら。そうですね、昔は全体的に丸っこかった。そうだよね、48話が好き。平時初登場だから。初登場って48話なんだ。じゃあシーズン 2? シーズン2ですか。ああ、この時か、外交官殺人事件。やばい、そっかそっかそっか、覚えてます、この回、外交官殺人事件もね。映像の進化感じる。元太何したんだい、ちょっと見てほしいかもせやかて松坂、松坂違うし。ゴールデンウィーク直前に NHK でビシュビシュ、そう、前も見たって聞かれたんですけどね、見れてないんですよ。しかも NHK だから見逃しもないし、見れてないの。それでジョン19話でコナンが初めて、めっちゃ言うじゃんネタバレ。そうだよね、そうなんだよね、戻っちゃうんだよね、トイレでね。でもさ、唯一使われません、あのお弁当型、なんだっけ、お弁当箱型なんとかみたいな機械、初めて使われる時だっけ、この時って。めっちゃコナンの話してて、コナンわかんない人絶対つまんないですよね、ごめんなさい。どんどん怪力ない、キック力状況手術と描写が楽しい確かに、なんかそう言われるとあれですよ、あのスケートボードとかも昔はなんか太陽光発電だから、なんか夜使えなくて間に合わなくてみたいな描写もあるんですよ。今はないけど。こんばんは。じゃあアニマックス加入してるから、嫁さんがひたすらコナン見まくるんで。え、いいじゃないですか、楽しく聞いてるよ、よかった。サッカー花火ベルトのことか、違うか。あ、花火ベルト初めてっていつでしたっけ。でも花火ベルトが大活躍したのって
ハロウィンの時ですよね、映画。あ、違う、海だ、海で花火が、あ、でもそれは違うか、ん異次元のスナイパー、そっか、花火が上がって、待って、やばいね、なんかたくさん見てると混ざるけどさ、一個一個に思い出がありますよねめっちゃ言うコナンの話だけめっちゃするっていう。あー私意外に迷宮、意外にじゃない、意外かもしれないけど、迷宮のクロスロードが結構好きで、やっぱ平時出てくるの面白いですね。花火で照らして一瞬でしなくなるね。ちなみに愛ちゃんの好きなセリフはベイカーのダメよ待って、やばい、いいよね、あの時のね。そう考えると灰原の声も可愛くなってきてると思うんですよ最近。愛ちゃん、愛ちゃん丸くなってきてる。さほちゃんが好きなお話を聞いてるのも楽しい優しい、ありがとう。怖すぎるそうだよね、そう、セリフまで覚えてるのは本当にすごいと思います。私エピソード0やばい、待って、これ知ってますか、エピソード1、小さくなった名探偵、これスペシャルドラマだっけ、なんだっけ、特別編ですよね、テレビシリーズの。え、見てほしい、もう見てほしい。林原さんの演技もそう。私がキティちゃん好きな理由は林原めぐみさんが好きだからで、林原めぐみさんを好きになったのはあれですよ、キティ、あ、あの愛ちゃんが好きだからです。て、探偵なんとかやったら天下一品やけど、そこがごめんなさい、わかるよわかる、こんばんは、1時間遅刻しました。え、私1時間もしてるんだ、ありがとう、でも来てくれて。セリフすら覚えてるよ、え、本当にすごいと思う。こんばんは、こんばんは、待って、でも8時までです、配信は。林原めぐみさん好きなの、好きですよ、めっちゃ好き。でもこの愛ちゃんが一番好きです。まあ愛ちゃん、でも私が、あ、さっきのセリフね、ありがとう、愛ちゃん好き。そう、なんか私が、何の話したっけ、私がコナンを小さい頃に見始めた時が多分2009年とか2010年とかなんですけど、スレイヤーズ知ってる、名前は知ってます、そうなんですけど、もうその時には愛ちゃんがいたから、大きくなってちゃんと話理解できるようになって愛ちゃんの良さがより分かった。だからちっちゃい時はね、適当にね、キッドとか好きでした適当にとか言ってあの理由もなくかっこいいみたいな感じで好きでした。でも今は愛ちゃんが好き。スレイヤーズあれですよね、なんかね、林原めぐみさんが出てるアニメ一覧みたいなやつで見たことある。好きだから、好きだから、あ、もうこのセリフもやばいね。コナン最新話は見れました。え、まだ配信中だよね、TVer で。まだ見てないです甘えてる TVer に、私すごく良くないよね良くないのは分かってるんだけどね。一番さ、どこが好きかな、あと、スレイヤーズの主題歌聞いてほしい。え、聞きますね、聞いたことあるかもしれない。なんて曲だろう、教えてサホちゃんは原作から読んでるの、さんで、え、読んでないです漫画はでも結構読んでるはず。なんかまず私が通ってた小学校の学童クラブに、あのコナンの漫画が全部置いてあったんですよ、その時の。だからそこまでは絶対に読んでるから。そう、橋原さんっていえば愛ちゃんもだし、綾波レイとかは、ああ、ポカポカするでしたっけ曖昧な記憶すぎ。サオちゃんはアガサ博士から何を作ってもらいたい。麻酔銃かな、麻酔針か。何作ってもらえるんだろう。何でも作れるんだったら、もうなんかそれはドラえもんとかの方が欲しいかも子供の頃は二枚目キャラ好きになるけど、大人になるといぶし銀キャラが好きになる。あー、めっちゃわかる。最新は土曜日まで見る。あ、そうだよね、よかった。エヴァは、そう、エヴァわかんないんですよ。
エヴァ悲しそうじゃん、だってだって辛い気持ちになりそうじゃん、見てたら。ありがとうございます。変声機が一番いいよ、確かに。え、変声機が一番いいじゃん、電話するとき。もしもし、パンシーさん打つのか。打たないですよ、打たないです。調べたらコナンの連載と同い年だった。え、そっか。フレイヤーズの主題歌はギブアリーズンで、わかんない、ごめん、聞いたことないかも、ごめんなさい、聞いたことない。そこは食洗機でしょ、それは普通に買えばいいじゃないですか、作ってもらわなくても。ないものが欲しい、売ってないものが。コナンのね、そう、私コナンのミステリーツアー行ったことあるんですけど、行きたい。またまだやってんのかな、ミステリーツアーって。あれ小学生の時だったからさ、だってマッシーさんの声だったら焦るようになるんだから。いいね、変声機コナンのコミックは思いつかない。そうだよね、追いつかないんだよね、私はね。でも最新話が出るたびに黒の組織でわーってなってた時期はちょっと見てました。わーわーってなります。そう、やってないよやってないんだ、ミステリーツアーってもうやってないんだ。私が行ったのは金沢のやつ、ミステリーツアーがわからないってやつだよね。あ、行き先、そう、なんか行き先行くたびになんか謎解きみたいなのがあって。そうなんですよね、コナン100巻くらいまでは買ってた。え、結構最近まで買ってるでもマジックカイトは持ってる。あー、マジックカイトか。こんばんは。マジックカイトのキットとさ、コナンのキット全然違くないですか。いや一緒なんだけど、なんかキャラが違う気がする、うん、こんばんは。コナンの脱出すぎゲームとかありそうだけど、なんかさ昔さ、あ、コナンじゃないんですけど、あの後楽園にさ、ルパンの脱出ゲームありませんでした。これ私の記憶違いかな、なんか私が一生でできなかった、ちっちゃい時一生できなかった記憶があって、後楽園だったかな、豊島園だったかな、どっちかにあったんですよ確か脱出ゲーム。なんかずっとあって、なんか画像を2個見て違うところ見る、見つけて、あ、本物のやつはどうでしょうみたいな待って、めっちゃあやふやなことしか言ってない。僕の恋人はこの国さんもうあれはちょっと聞きすぎて私は笑ってしまうんですけれどもコナンの回答はキザだね。そうだよね、あんまり高校生感がない。そこっていつも脱出ゲームやってるイメージ。あー確かに、刃はまだ全巻持ってる。え、すごい、サホちゃんがラン姉ちゃんに見えてきた。え、角生やしますか黒の組織の寿司屋の眼帯のドーベが出てるあたりとかも、あ、めちゃくちゃ最近、それあれですね、寿司屋、あの、いろは寿司の、でもここら辺は結構もうネタバレゾーンですよ。だってまあ最近だもん、それ。笑っちゃダメよ。だって笑っちゃうもん。これ怒られるんだろうな。本当に。ファンの、安室さん、ファンの人に言ったら。僕の恋人は、この国さん。ごめんなさい。私は笑っちゃったって。1回目見た時は感動しました。でも本当にこれは3回目くらいからちょっと聞いたことあるじゃないですか、やっぱり。そう、いいセリフですよね。でも10年くらい経つんじゃないかな、しばらく会ってない。え、そんなことないですよ。あ、出てきたところまで。あ、今いろは寿司の人話題の人だからです。結構ちょっとググったら2010年に TDC で迷宮アトラクションやってたね、ルバーの。じゃあ私それだ、行ったの、それ2010年に行ったやつ。え、私4歳とかだよ、よく私覚えてたなすごい、こんばんは。え、本当に私よく覚えてたなこんばんは。ちなみに赤井さんと沖谷さんの声もできる。え、すごい。黒の組織は半分ぐらい裏切り者。そうだよね、もうあれどうするんだろうね、どうなると思いますか最後。よく覚えてるね、ストージュあたりで止まってる。もうめっちゃ前じゃん。黒の組織どうなると思いますかね、考察したい、考察しよう。考察が一番楽しいですよね、何をするにしても急にむせるし、ごめんなさい、お水を飲みます。急
キュラソーかっこよかったな。黒の組織でもいい人キャラね。キュラソーかっこよかったね。あれいつだっけ、どの映画だっけ。キュラソー、キュラソー、キュラソー。コナン考察配信決定したい。ヒロカッピがワンピースの考察めっちゃ好き。人の話ごめん、分かってて言ったの。でも私もヒロカの配信見てました。ワンピースの話してる時途中で分かんなくなっちゃって見るのやめた。ワンピース分かんないんだもん。だってでもすごいなって思いました。すごい。ワンピースもさ伏線回収が熱いらしいじゃないですか。あ、フォローありがとうございます。人国のナイトメア、そっか。あのさ白色のさイルカをさ、もうさ、はぁ、あ、キュラソー急に。しかもあれですよね、これゲスト声優の方が天海祐希さんで、もう結構これもショック。あのさ、もうあの黒のなんかもうなんかサブマリンは正直ショックじゃなかったじゃないですか、あれラストバーンってなっても。でもこれは本当にショックだった。ジンの兄貴が永遠に好きです。わかる、ジン好き。私もジンめっちゃ好き、ジン大好き本当に。こうわかる、愛ちゃん助けるとね。もう映画何作目か、何の映画か分かる。すごっ、サホちゃんマニアなのコナン映画全そうだよ、コナン見てよみんな、コナン見よう。もう日野さんとコナンの話をしたくて、でも私が見てくださいってあんま言えない。そう、でもいや多分私もコナンモチベがめっちゃ高くな、映画のたびに高くなるんですよ。ベルモットはコナン側だと信じてる。あれどうなんだろうね。だってさ助けてるじゃないですか、なんやかんや。サブマリンの時もそうだけど、しかもあれサブマリンの時もさ、イルカがさ、あのサブマリンの後めっちゃ考察見たんですよ。なんかイルカが映るんですけど、なんかその子供のイルカが2匹いて、その2匹がなんかその黒の組織のボスのなんかそのなんて言うんですか、なんじゃ何関係してるんじゃないかみたいなとか。オレンサオちゃんとコナン語ったりって感じになっても、そうだよね、コナン話したい。こんばんは。サブマリン見てなくてすみません、それは本当にダメ。どの映画よりもサブマリンを見よう。ベルモッタ藤子ちゃんポジティブ、めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃ好きですベルモットだから。ショールーム配信のコラボ配信とか GT はできないのかね。コラボ配信どうなんですかね。ダメなんじゃないかな、わかんない。わかんないです、ちょっと見ておきな。本当に見た方がいい。みんなみんな黒金のサブマリンだけは見てください。いい話です。なんか主題歌も良くていいんですね、主題歌も。でジョイサウンドと主題歌なんかコラボしてて、なんかグッズ当たるみたいなやつでカラオケ行ってた時とかありました。しっかり見ました。あ、見た、映画の DVD 全部あるからいつでも見れるよ。もうガチじゃん、ガチすぎる、すごい。待って、8時には絶対ショールームをやめるって決めてたんだけど、決めてたんだよね、決めてるから、ちょっと待ってね。サブマリンならこの間見たよ。本当に見た方がいいですよ。私も2回見に行った。あっという間に何分よ。延長しないです。ね、コナンの話ばっかしちゃった。またしますね。全然話せてないし、思い出します。まだ言えてないこと多分あるし。でも本当にアニメのその愛ちゃん、お金じゃ買えない友情は、なんかコナン好きじゃなくても、あ、でもどうだろう。コナン好きじゃないとならないかな。でも見てください。黒の組織でお酒の名前出てくるけど、20歳になったら飲んでみたいカクテルありますか。シェリーカクテル、シェリー、シェリーですね。愛ちゃんが好きだからさ。ご飯炊けて、そうだよね、またコナンの話しかして、そうだ、ご飯炊かなきゃ。ありがとう、思い出しました。佐藤さんが来たコナン助かったの、サブマリンだっけ。佐藤さんが来たからコナン助かったの、あ、そんな細かいとこ、佐藤さんが来たから、佐藤刑事が来たからコナン助かったの、誰だったっけ、助けに来たの。そ
そうかも、コナン好きすぎな。シェリー、ジンの言い方ですよこれ。シェリー、アイちゃんめっちゃ好きだよ。そうだよ、こんばんは。シェリーは甘いけど意外と強い。そうなんだ。沈黙のクォーターの光彦と元太がなんだした時のコナンのセリフが好き。待って、そんなに覚えてるのみんな。私より覚えてるよこれは、もしかしたら。こんばんは、ごめんなさい。コナンの話わかんない人はコナンの話しかしてない後半。そろそろ男女読み57分になったらします。喧嘩した時のコナンのセリフが好き。え、覚えてない。喧嘩してたのも覚えてるし、てるんですけど、沈黙のクォーターは私1回しか見たことないです。クロスロードとかは 2,3 回見たけど。こんばんは。あ、水平線上のストラテジーもね何回か見たな。あとからくれないも何回か見ました。一番見たのは豪華なひまわりかな。キットが好きだったので昔は、あ、今も好きなんですけど。こんばんは。コナンのコラボカフェに行った時があって、なんかキットのスパゲッティみたいなパスタみたいなやつめっちゃ変わった味がしましたっていうのを思い出した。言葉のすれ違いで一緒の友達はなくて、あ、待って、見た見た、そう、覚えてる覚えてる。あー、いいセリフだよね、覚えてる。10年後の少年探偵団の姿が見てみたい。え、見てみたい。どうなってるかな。みんな帝丹高校1年生かな16歳だもんねコナン君たちは。こんばんは。あるよ夢でね、夢でね。でもあの夢は夢から覚めて、そうだよね、あれは夢だったからさ、現実が見たいよね。少年探偵団は年を取らない。取るよいつか。だってどうやって終わらせるんだろうだってさ、完結しないのはしないので悲しいじゃないですか。完結しちゃうのも悲しいけど、完結しないのも悲しいから。世紀末の魔術師好きだった。世紀末の魔術師どれだろう。あ、これか。あー、めっちゃ最初の方。きっと映画初めて。そんなことないか。火の印象が強い。これはキットは海の印象強い。あ、でも豪華のひまわりも火か。意外とキットって火なのか。怪盗キットのイリュージョンパスタってやつか。え、そう、怪盗キットのイリュージョンパスタめっちゃ変わった味がしたの。うーん、こんばんは。エッグのやつ、そう、エッグのやつです。世紀末の魔術師。こんばんは。そろそろ男女読みします。いや、あとちょっと。8時になったら男女読みしよう。初代キャプテンとコナントークしてほしい。ぜひいつか機会があったらしてみたいです。ベルモットもコナンと同じ。え、それさ、私もその話、私もベルモットはアポトキシン飲んでる説を信じてるタイプなんですね。私はこれは結構派閥があると思ってて、信じてないタイプもいると思うんですけど、私はベルモットもそのアポトキシン飲んでるタイプでを信じてて、でもアポトキシンを飲んでても生きてるってことは血がつながってる説があるんですよ。その死んじゃう可能性もあるじゃないですか。アポトキシン飲んだら死ぬじゃないですか。その毒素が検出されずに殺せる薬だったから。でも生きてるってことは開発段階の前のやつを飲んでるのかっていうことですよねこれはさ、結構さ、本当にコナンを好きな人でもなんか辻褄が合わなくなっちゃうことが多くて、コナンの考察って。え、じゃあそれは、じゃあなんでコナン君も愛ちゃんも血つながってるってことなのとかなっちゃうし、だからそのなんでコナンが生きてるのかを調べたいから守ってるのかなとか、その愛ちゃんと、でもそうなってきたら愛ちゃんとベルモットとあのセラのお母さんも血つながっ
ってるってことになっちゃうじゃないですか。コナンの話は3時間配信でお願いします。そうだよね。ねえそれマジで怖い。一番怖い話は図書館の館長の話。あれ本当にちっちゃい時に見て、再放送で再放送してたんですよ、私が小学生ぐらいの時かな。本当怖かった。もう今思い出しただけで怖いもん、家にいるのが。うわ怖いあー怖い怖い怖い。そこは新一に助けられたからであったし。あーベルモットがってこと。どうなんですかね。そういう理由もありそうだけどさ、それもあるけど、あ8時です、ごめんなさい。そうですよね、男女読み書、戻る薬に開発が目的。そうそう、なんかそのきっと今ボスが求めてる薬って若返りの薬、なんか若さをすごい大切にしてるから、きっとまたそうですね、少年漫画的な考察ですいません。いやでもそのそうであってほしいよね、理想はね。ベルモットいい人であってほしいもん。8時だよ、そうだよね、ごめんなさい。本当に切ります、男女読みします、ありがとう。長い間、長い1時間半ぐらいありがとうございます。13位ミッキー時計さん、ありがとうございます。12位水ゲージさん、ありがとうございます。11位ラバーさん、ラブラバーラバーさん、ありがとうございます。10位チーボーさん、ありがとうございます。9位ガンバさん、ありがとうございます。8位うつろさん、ありがとうございます。7位あきらちゃんさん、ありがとうございます。6位パックさん、ありがとうございます。5位かずやさん、ありがとうございます。4位ホッシーさん、ありがとうございます。3位コミュニストさん、ありがとうございます。2位大関さん、ありがとうございます。1位セッテンガーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。なんかコナンの話ばっかして、コナンコナンって感じでしたけどコナンコナンの話楽しいですね。コナンの話をまたしましょう。ので皆さんもコナンの話好きになってほしいから、コナン見てください。楽しかった、楽しめましたか、楽しんでほしいからコナンを見てほしいありがとうございました。じゃあね、バイバイ、またいつか。明日、明日します、明日します、明日しましょう、配信明日します。明日の、わかんないけどします。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。